画面終わってからまんまで来ちゃってメイクも落としてないんだよね今日。かなねえ、どんどん減っていくジョンマイラブの回数が。まあ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 、こんばんは。初見。そう、今日はジョンマイラブのて。忘れてた。見て、みんなに見てほしいものがある。ちょ、見てほしいものがあるのさ、いいから見てみ。ちょっとピンクが残ってるんですけど、メイクです。ちょ、みあのね、吉田カレンにも誕生日プレゼントでリップもらったんだけど、めっちゃ可愛くて、色がちょっとこのリップに合わせたメイクをちょっとできるようになりたい。台湾ロイスさん、ありがとう。これマックのリップスティックディーバ M な、どこ、なんか色とかちょっと番号わかんないんだけど、これ吉田カレンから誕生日プレゼントもらったんだけど、マジで可愛いの。ちょっとつきますね。なんか、あ、でも女受けっているかもしれないけど、20日こういう色のやつ可愛いじゃなくてですね、もうマックで買おうと思ってて、なんかこういうぶどう、なんかこういうさ、赤ぐらい色。あさぴさん、ありがとう。こういう赤黒いやつを買おうと思ってたのさ。なんかわかる？急に始めて、急にメイクのリップのリップを見せびらかし時間が始まったんですけど、こういうさ、いけは、こういうさ、リップしてる女の人が私大好きなんですよ。大好きなんですよ。で、こういうリップをいつか買え、これでもね、実際見た方がちょっと違うんだけど、レンズ汚れてるね。拭いてあげましょう。ちょっとごめん、ティッシュがないので服で拭きます。はい、まんまんまんま、ちょっとこの唇とちょっと塗りすぎちゃったけど、ちょっと唇と上のこのメイクが合ってなさすぎて、ちょっと合ってない感に見えるかもしれませんけど、服とか髪の毛とかもね、整えたらね。最近マジで髪の毛伸びちゃってさ、前髪が、そう、前髪が伸び伸びの伸びちゃんなんですよね。こういうのはアイメイクをもっと濃くしたら似合うはず。はい、アイライン忘れてます。はい、ありました。チークは濃くしなくていいと、逆にこういうメイクはチークしなくていいと思う。いきます。こういうのは、こういう時のメイクはだいたい跳ね上げをします。はい、こういうメイクですね。うん、ちょっとこのおてつちゃんのチークが残ってるから、てつちゃんのチークがちょっと残ってるな。ちょっとまたこのこれに合わせたメイクをね、やりますわ。で、多分まつげあんまし上に上げない方がいいのかもしれない。今は本当は前髪パッツンにしたいんですけど、ちょっと前髪パッツンじゃないので、こんな感じで前髪を、逆になんかもう数本しかなった前髪ないんですかってくらいの前髪にして、あ、こういう人いるじゃん、こういう人ね。ちょっとピンクが可愛いね。ほっぺのおてつちゃんのピンクがあら可愛いですね。ちょっと可愛くて全然ちょっとかっこいい感じにならないんだけど、落としてくる、ピンクだけいいですか。ピンクだけ落としてきていいですか。でも私シートじゃなくてオイルだから買わないといけないんだよね。うーん、え、前髪めっちゃ伸びたよ、ほら。これだって曲がってて、これだからね、ぺちゃんってやったらめっちゃ伸びてるよ、見てて。はーい、こんな伸びてるから。あ、いいの？じゃあ一瞬行ってくるね。肌だけ落としてくる。待ってて。ういや。オイルだ。オイルだ。かわいい。絶
対女受けって色いいんだよ、自分受けよ、世の中自分受けが一番。はい、私が使ってるニベアのオイルです。ここで落としてあげるよ、みんな寂しいと思うからね私がいないと寂しいと思うから。じゃあ肌のピンクだけ落としたいと思います。ちょっと7時半になったら教えてくれませんか、覚えてたら。7時半になったら教えてください。皆様は7時半になったら教えてね。そう、おてつちゃんはピンクを入れますからね。なお7時9分ありがとう。 ありがとう、みんな OK、 優しい。はい、落ちたかな、軽くあるか、落ちたかな。そう、ちょっと時間的に、はい、ちょっと洗ってきます。まあ待ちたまえ、したくなっちゃうんだけど、はや、はい、ピンクはなくなったかな。ちょっとね、今こっちのニキビがあるからさ、ニキビ跡があって嫌なのかって、ね、嫌な感じなんですけど、本当はパッツンの前髪にしたい、本当はパッツン前髪にしたい。ここがさ、長くないからこんな感じかな。ねえ、メイク落とす配信はあんましないか。で、ここら辺で本当はここにアクセサリーをつけてめっちゃストレートでして、ちょっと前、まあゴムは可愛らしい赤いゴムだけど、まあ見えないから。あ、お仕事終わった、お疲れ。セナズさんもハートありがとう。まあ、パッチンでもメイクは変えなくていいんだけど、あ、眉毛描くの忘れてきたかも。忘れてきたわ、眉毛忘れた。眉毛もそこそこ、眉毛もあった、奇跡。眉毛も今結構この優しい感じだから、スー三津浜花火大会行ってるの、いいね、ありが、線香花火ありがとう。そう、今日もね、花火大会あるらしい、愛媛県で。なんかもっとキリッとしたいんですよ。おでこひろし、でこひろし、今日トークショーがあって、トークショーの写真の自分の顔見たらちょっと顔が太りすぎてて、あー痩せないとっていうふうに思いました。あー痩せないとやばいってなりました。言って太ってはないんだけど、もともと最近太ってはない、痩せてから太って、なんだろう、痩せては来てるんだけど、まだまだだっていうふうに思いましたと。今花火待ちしてる？いいなぁ、行きたかったなぁ。めっちゃファンの人がさ、花火大会あるよってすごい恥ずかに言って来てくださって、あるの？と思ったけど、行けない。いいな、みんな向かってんの？羨ましい。初来ないの、行かないよ、行けないし。あ、ちょっと眉毛下手くそですね。はい、眉毛は下手くそなんです、普段から下手くそなんですよ。
楽しんでみんな私の分も。はい、下手くそなんです、このように下手くそなんですね。はい、眉毛は下手くそなんですもうダメだ、みんな眉毛見ないで、眉毛見ないで、私の眉毛見ないで。なんかさ、あのさ、あのカラーズのイベントでいろんな方のモデルさん見て、マジで綺麗な人がいっぱいだったんだけど、その中でめっちゃハツカのタイプな方がいて、今その方を意識して髪の毛をやってます。ヘタッピリンク、ウィンクヘタッピでごめんね、タタ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 タ、その時のその方のメイクがめっちゃ好きで、今日って雨降ってないの？松山ちゃん、松山って雨降ってないの？なんか5時くらいまで雨降るとか書いてたか。ん？殿方ってどういうこと？モデルさんね、女の。で目頭チュッてやって、ちょっと鏡がないから今携帯用のこの画面をめちゃくちゃ見てます。目頭入れて、目頭2時50分して、Oh, nice makeup, thank you. Ah, hello again. Oh, おひさん。あ、ちょっと目がきつくなったんじゃないでしょうか。そしたらこういうメイクの時、目の横幅が縦を強調したらちょっと可愛いメイクになってしまうので、今日は横幅をねやりたいので。ここら辺をこう主にね、涙袋、これ薄くね、薄いんですけど、すごく薄いんですけど、こう横幅を強調するメイクにして、こんな感じでに、はい。前髪決めるときって固める方が多いですか？あ、私はあんま前髪固めないかも。プライベートはアイドルのお仕事の時はある程度固めるけど、でもガチガチには固めないかもな。どうせすぐ汗でね死んじゃうんだよね私。前髪、眉毛がほんと下手くそなんだけど。どうぴよ、 Where are you talking about? あ、 What are you talking about? That's sandpan. 今 I took make トークってあ、本当にさ、浴衣着るの今から、いいな。あ、横浜グッドプレイス、おお、よかったね、ナイスナイス。ひできさんありがとう。お、ちょっと目力が出たんじゃないですか。さっきよりこのリップに合うメイクに近づいてる気がする。よいしょ。どう、んでんで、アイシャドウのブラシは今日劇場に置いてきたことは確か。そう、吉海さんありがんぷー。自分で着付けするのすごい。私浴衣着付けできないよ。いや、アイシャドウはあるから絶対ある。今日大20日は見たもん、ほらな
誰も疑ってないけどね。ほらな、お気に入りので、ここを横幅を大きくするために適当に色取って、こう横目にこうやるじゃないですか。本当は赤系の方がもうちょっとピンク可愛いかも。名前書いてあるの？何に？うるさりはハート。おー、キュートスマイル、Thank you。 指でいきます。ん？チャチャラチャ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 、でこうやるじゃん。お、だんだんこのリップに合う色にな、合うメイクになってきた。さっきより、え、全然違くない？さっきと全然違くない？え、どう思います？ちょっと一瞬止まるね、一瞬止まるよ、くれよ。 Have a nice do you have a nice、 これ何、ロロ、この眉毛の、ちょっと待って、眉毛を全力で今から、この眉毛が私若干こう眉頭が若干上がり気味なんだよ、私は基本的こっちのね。でここの消えがかってるのを直して、いやでもそれにしても、こんな感じ？難しい。眉毛だけ見たら本当に眉毛が浮き出て見えてくるからダメだ。眉毛は隠す方向性で、眉毛は隠す方向性で行かせていただきます。あー、ダメ。眉毛意識したら眉毛がおかしいの、めっちゃ意識されちゃう。すなずさん、ありがとう。もう、そう、眉毛めっちゃちゃんとあるからだからさ、最近眉毛カット行ったけど伸びてきちゃった。で、まあ、涙袋はあればあるほどいいと思っちゃってるタイプだけど、あんまりキラキラしすぎたら可愛いメイクになっちゃうから、この 目頭のここにチュンチュンって入れるでしょ。ピッピッピッ、ここにチュンチュンって見えるかな。もうなくなってきた。ひるぎさん、ありがとう。どうさま、ありがとう。これでやるか。ここにやって、で、あ、はい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 、今何してんだって方は、吉田カレンにもらったリップに合うメイクをしようっていうコーナーを勝手に開いてます。あ、みんな全然なんか関係ない話したかったらしちゃっていいよ。あんまメイク興味ない方はいるだろうし、あの独り言は多いけど、しちゃいな。あ、ちょっとリップ濃い、色すぐ薄くなる。なんかせっかくだから肌隠すか、ちょっとだけ軽く、ここら辺。マジでニキビ嫌になっちゃうからね。そう、吉田がくれたの。さすが吉田、分かってる。お礼言わないと可愛かったって。マジで私の好み。ちょっとアイラインをもっときつくしたい。アイラインをきつくしたいよ。アイラインきつくして、ビビデバビデ。でこの目頭を多分ちょっとキュッと入れたら、ちょっときつくなると。で、あとこうやって目尻のところをいきます、いきますよ。さあ、さあ、
さて、はい、まつげをつけ足すんですよ。さ、ちょっとこっち難しい、見えない、こっち難しい、あ、わかった、反対にすればいいんだ、カメラをピロンとピン、はいはい、あ、ごめん汚れちゃった、でも一旦まつげ描かせてもらいます、ピロリン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 、ちょっとまつげ描くの下手くそ、うん、でもまあいっか、別に今からおしゃれしてお仕事とかでもなし、出かけるわけでもないし、おしゃれで、これ遠くで見たらまあ分かんないっしょ、拭きます、ごめん汚しちゃったから私の服で拭きます、はい、こんな感じか、どう、ぽい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 、もうなんかさ、ふざけちゃおう、もうここにさ、ほくろ描いちゃおうぜ、あ、ぽいぽいぽいなんかちょっと笑っちゃうな、はい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 、で次、じゃあ次で、チークをここら辺に入れる、ここら辺に入れる、ここら辺に入れる、はい、ここら辺に入れて、で本当はもうちょっと鼻筋を作りたいんですけど、鼻筋を入れるようなシャドウがナッシングなんで、適当にアイブロウのペンでここにピッピッピッって書いてぼかそうと思います、はい、今最初は変ですよ、はい、最初は変ですよ、はい、最初は何こいつ何してんねんって感じになりますよ、はいはい、何してんねんって感じにしてます、今ね、これをねぼかしていきたいと思います、はい、いきます、ピッ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 、はい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 、はい、ここスクショしないでくださいねはい、ここはスクショしないでください、はいはい、偽物の鼻筋の完成、まだです、ハイライトしてます、次、はい、分かんなくなりましたでしょう、分かんなくなりましたでしょう、あ、ちょっと濃いけど、まあ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 、しちゃった、ん、しちゃった、ほうほう、ちょっとぼかしないと、ちょっとちょっとちょっとデーモン閣下風になっちゃったで、この鼻先この先、おめめ、おめめ、おめめ、はいはいはい、はい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 、ぽくなってきました、ぽくなってきました、あとはシェーディングがあってほしかったんですけど、シェーディングがないので諦めます、ちょっとシェーディングがあったら一旦ほっぺ削ってました、はい、いい感じじゃない、え、どう、さっきより全然リップに合うメイクになったこない、どう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 、あと髪の毛でも整えて、あと服だよね、服がちょっと T シャツだからあんま濃くないかも、まあでもそこはめちゃご愛嬌ということで、ご愛嬌ということで、ご愛嬌だぜ、あ、綺麗だと思った、じゃあスクショして、宇多田ハツカちゃんこんな綺麗になっちゃってびっくりってツイートして宣伝しとこう、私をはあ、美人すぎてびっくりって、もうそのままツイートしちゃおう、宣伝しちゃおう、 S のペアットマーク UF さん、ありがくまちゃん、シャッキーパワーワップ、偽ほくろ、これ一時期メンバーで流行った、ありがくまちゃん、下ろした方がいいのかな、いや、結ぼう、
なんか下ろしたらこういう巻き髪したくならない、こういうさちょっと韓国っぽいさ、ここをさ外にして、でもコテがないと難しそうなんだよね。逆に超高めのポニーテールにしてみるとか。あ、7時29分ありがとう。7時ちょっと待って、7時30でこれをちょいちょいしたら、こういうののストレートがいいのかな。いやでも今下でいいや、配信見えないしな。おろし紙がいい。まあまたまたね。ちょっと今もう公演終わりに髪の毛をストレートにするのめんどくさいしね。なんか今日髪の毛めっちゃサラサラなんだけど、なんでだろう。あれかな、ドライシャンプーかな。今日ドライシャンプー昨日買ったんだ。好き？やったぜ。そう、昨日ドライシャンプーを買って、なんか楽屋、女性楽屋なんですけど、まあ当たり前なんですけど、私ジョーマイラブって、まあ、女性なんで女性の楽屋なんですけど、でみんながなんか公演終わりに頭になんかスプレーかけてて、なんだろうと思ったらドライシャンプーやってて、あドライシャンプーいいな、20日も欲しいと思って買いました。ドライシャンプーだからなんかスプレーで乾かすみたいなやつです。おどうどうどう、かっこよくなった、ちょっとは。ちょっとかっこよくなった？かっこよくなりましたか？かけてから拭かない、なんかクシュ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 ってブラシで研いだりとかはするけど、かっこよくなった？よっしゃ言わせてるかも、かっこいいって。こうでしょう。あ、ブリケツは大丈夫かな。ブリケツは見なくて大丈夫かな。うん、ちょっと大丈夫かもだけど。花火大会の会場着いたら人いっぱい？そうだろうね。また写真みんな見せて、花火大会の。私たちの花火大会のためにそこまでしてくれてあげた。任せろり任せろり、5回産むから。え、いい感じじゃね。え、いい、ちょっと汚れてますね。はい、ごめんなさいね。あー、ちょっとごめんなさい、失礼いたします、失礼いたします。キュッ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 、どうですか、どうですか、ちょっといつもと違う雰囲気になりました。あ、言われて嫌そうだけどな。へえ、いい感じですか。お、いい感じ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 や。
え、待って、いい感じじゃない？自分で言っちゃうね。え、いい感じ。これ服がさ、こんなあの T シャツだからさ、ちょっとあれだけど、もうちょっとちゃんと服をおしゃれ着にしたら、ジョン・バラブの T シャツももちろんおしゃれなんですけど、このメイクの合うやつにしたらあれですね。そう、この前髪はバーコード前髪です。呼び取ってみてください。そうそう、読み取って、読み取ってみて、何が出るか気になる。私はこういう系統の女の人になりたいんだよね。伝わりますかね、伝わりますかね、こういう系統の女の人になりたいっていう。マジ128円、うん、絶妙絶妙絶妙。なんかスーパーのものって、ね、128円多い気がする。気のせい。ひろしさん、ありがかわいい。読み取ったらハッツのツイッター出るかも。お、読み取ってみて。プライスです。微妙？いいの、絶妙で合ってるわ。絶妙な値段にしたんだなと思って。128円っていうこの数字が絶妙だなっていう絶妙です。目のメイク、あ、汚れてる、また。うーん、な、汚れてんのかこれ。うーん、なに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 。本当は本当は本当は聞いて、本当はね、もうちょっと涙袋が欲しいんだ。はい、今すごく分かりやすいように描きますよ。はい、こんなくらいでぼかせば。本当はちょっと配信で見るとマジでないように見えちゃう。はい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 、はい、ちょっと濃いですけど、なんかさ、画面だとさ分かんないんだよな、涙袋が。ちょっと今濃いよ、今はちょっと濃い、今は濃いからちょっとぼかします。マジでこういうメイク、ちょっとこの涙袋は濃いから後で綿棒で取ります。少しか。でもなんかさ、光、これ汚れじゃない、なんかこういうメイクが似合う女になりたいよね。こっちはとマークハートハート3、これ何なんだろう、ラブってやつ。ありがラブ、ありがとう。こういうこういうメイクが似合う女になりたいです。今日ちょうど舞台の人と話してたんだけどさ、結構人間ってさ2つのタイプに分かれると私は思っている。まあ2つじゃなくてもなんだけど、黒が似合う人と茶色が似合う人、分かりやすく言うと茶系人間と黒系人間がいると思うんだよね。そうで、茶系人間は例えばヒカルンとかは茶色なんだけど、イメージとして、あ、イメージなんですよ。なんか髪の毛とかじゃなくて、その人のイメージが、まあ服とかがその人着てるのが茶色が多いとかそういうことなんだけど、結局なんかそれでイメージがその茶色っていう、なんかでもこの人茶色が似合うなって人と、この人黒が似合うなって人いるじゃないですか。
ウォッチエントモクハタハタサリガラブ。そう、でもね、なるちゃんは黒い服はいっぱい着てるけど実際茶系女子だと思うんだよね。確かに服は黒なんだけど、なるちゃんは茶系女子だと思う。なんか茶色い服、黒い服着てるなるちゃんと茶色い服を着てるなるちゃんを想像した時に茶色い服がしっくりくるんだよ、私的には。なんか茶色くて茶色い、そう、服を着てるのが想像できて、でミッサーは逆に茶色より黒のタイプなんだよね、ハツカのそのイメージとして。でヒカルンは茶色、髪とかじゃないんだよ、なんか似合うのはどっちってなった時にイメージできやすいのは。そうで、ユーナちゃんは茶色、茶色女子。レイちゃんは、レイちゃんはね結構微妙なんだよ。でも今のこの雰囲気とかで言うと、レイちゃんはな、黒でもないけど茶色、まあ、どちらかというと、いやでも茶系かな、顔的には。レイちゃんはねピンクって感じなんだけど、それ言うとまたどんどん広がってっちゃうので、分かりやすい人とかで言うとそういう感じかな。そう、分かりやすい人とかだと、特に分かりやすい人はみたいな。だからヒカルンとかはめっちゃ茶色の人だな、もう茶系女子だなと私は思ってます。で私は黒の女子になりたいんですよ、なりたいっていうか、でも私茶髪似合わないと思うんですよね。はい、茶系も似合わないと思う。でもナナさんは茶系女子ではないから黒かもしれない、どちらかというと黒って感じ。うん、茶色ってイメージではない。なんか茶色はなんかホワホワしてるイメージ、なんだろう、茶色の服よく着てるとかじゃなくてみたいな、なんか茶色女子っていうこの言葉の中にちょっとホワホワしてる、ちょっとなんかホワホワしてたり、この服、この見た目のイメージがみたいな。これでもなんか私が作った造語みたいなもんだから、多分伝わる人には伝わるかもしれないけど伝わらないと思うから、まあこういうイメージっていう感じなんだけど、そう、染めてみたいんでしょ。いや私染めたいと思ってないよ全然、だって黒が好きなんだもん。だから染めるってなると私茶髪じゃなくて青髪とかにしたいんですね、ブラックと青の間みたいな色にしたくて。黒だけどちょっと青っぽいみたいな。本当はこの地毛が黒いんですけど、光が当たったりとかすると茶髪になったり、この黒い T シャツと比べると若干焦げ茶になったりするんですよ。だから本当はもうちょっと暗くしたいくらいなんだけど、青と、なんだけど、なんだけど、なんか青ってめっちゃ抜けやすくみたいで、逆に青にしちゃうと逆に明るくなっちゃうかもしれないみたいな、色落ちした時とかにって言われて、だったら染めないでこのまま黒髪でいっか今はって感じですかね。茶髪にはねしたいと思わなくて、茶髪はでもなんか似合わないと思う。なんか最近 TikTok のフィルターで茶髪になれるみたいなフィルターやったらマジで似合ってなかったんですけど似合ってないのかわかんない、私が好きじゃないからかもしれない。自分の茶髪、なんか私の好きなタイプが黒いだから似合っ、好きじゃ、好みじゃなかったのかもしれないけど、そうだから絶対染めようとは思ってないんですよね今のとこ。ただインナーはエクステは入れてもいいかなと思ってるけどね。赤月マンさんありがとう、お花火とかわいい、ありがとう。あれ今何時だろう、一回ブリーチ青をねしないといけないっていうね。あ、44分、じゃあそろそろ終わらないとだ、ちょっとやらないといけないこともあるし、ね、あるある言いたい、あ間違えた、やだやだ言いたい。知らないですかこれ、 YouTube の男の子、窓開けたら花火上がってました、いいなあ、らイヤイヤ期なの、いやいや言いたい、いやいや言いたい、花火大会何時から始まるのみんな、結構遅いんだね。
ていうね、超雑談でした。付き合ってくれてありがとう。小さい時の夜店が見えてですね。怖い。朝の空を見上げて、今日という一日が笑顔、笑顔でいられるように。終わったらすぐメイク落とす。お風呂入る前に落とすかな。すぐじゃなくて、お風呂入る前にいつも落としてる。じゃあランキングよ。もう明日は8回、残り8回のジョンマイラブです。切ねえほら切ねえ。13位、のんたさん、のんたさんありがとう。12位、だいちゃん、アットマーク UF 二次元裏切らないさん、だいちゃんさんありがとう。11位、ごっちん、アットマークハートハートさん、ごっちんさんありがとう。10位、たけさん、たけさん、たけさんありがとうございます。ありがたくさん。9位、しゅんごさん、しゅんごさんニコニコマーク、しゅんごさんありがとう。イエイチケラー。8位、チョロアトレッチさん、チョロさん、チョロさんチョロさんありがとうございます。ありがとうございます。いやいや言いたい。7位、アトムさん、アトムさん、アトムさんありがとうございます。6位、今日なんか髪の毛あサラサラだやっぱり。6位、スノーさん、スノーさんありがとうございます。ありがとうす、ありがとうす。5位、わさっぴさん、わさっぴさん、わさっぴさんありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。4位、ひいらぎさん、ひいらぎさんありがとうございます、ありがとうございます。3位、のりやとマーク UF さん、のりーさん、のりーさんありがとうございます、ありがとう。2位、エースのアンペアとマーク UF さん、エースのアンペアさんありがとうございます。エースのアンペアさん元気かな。1位、よっすー、夜店にテンション高まる花火大会、いいなー、いいなー、ありがとう、ありがとう、いいなー、明日もよろしく。いつもなんかジョンマイラブで毎日こう感想とかを言ってくれる人が、まあ、やっぱりファンの方もね、いつも来てるわけじゃないからさ、今日どうだったんだろうって不安だけなるけど、感想を言ってくれる方がいて、なんかすごく嬉しい。なんか あ今日褒めてくれた、嬉しいって、あ確かに今日うまくいったんだよなとかがさ、あ今日ここ上達会にいつもよりはうまくいったんだよなっていうのがさ、そういう感想がないとさ、ジョンマイラブのなんかいつも今日あやっぱあんま変わんなかったかなとかさ思っちゃうから、感想を言っていただけるって本当にでけえなと思いましたね。そうありがとう。アクシデント見たいはダメだよ。だってアクシデントはできれば避けたいものだから、求めるものではないさ。うん、まあ確かにね、気持ちはわかるけどね、確かにみんながレアな感じがするからね。そうでもなんか望まれるのはなんか やだな失敗を望まれてるみたいで、まあね気持ちはわかるからね、全然いいんだけどね。まあという感じでね、はい、今日はでも今日は何かあったかな、なんか小さい反省ってあるけどみんなに伝わるようなのはあんまなかったかな。昨日は結構あったけど、昨日はあったけどね、そう今日は朝声が多分疲れでちょっと枯れてて、枯れ、まあでも寝起きだっていうのも分かってたから、まあ、寝起きっていうのを含め 寝起きだよっていうこの寝起きアドバンテージがあるっていうのを理解した上で声が若干枯れてて、あやっぱ疲れてるからだと思って、やばい終わったわと思って、あと痰がねやばくて、もう薬飲んで、あとあの私が大好きな喉飴買ってったら
うまくいきました。そう、みんな配信でぜひ確認してほしい。嬉しい、そんな風に言ってもらえて。今日はちょっと明日できるかわからないんだけど、今日の歌は結構力を抜くのをめちゃくちゃ意識したっていうか、全身脱力しながら歌ってましたできればね。でもやっぱり苦手な高音の時とかはすごい力入っちゃって、うえってなったけど、今日は結構全力で抜いた力をポヨーンってやりました。ありがとう、嬉しい。また明日もね、舞台は何があるか分かんないし、まだこの感覚を、このでも歌声出てたんだ。なんか私力を入れないとなんか声が小さいかなって思っちゃう部分はあったのね。でもなんか今日今このコメント見たら、なんかいつも歌声出てたって書いてあるから、思ってた。だから私は別に力入れなくても声は出るってことが分かりましたね。そう、力を抜きました。あ、そうなんだよ。ということで、握手会再開されたらヒャッホーイって言って握手していい？え、いいけど絶対来てね言ったら絶対来てよ。本当だよ、いいよっていう、この許可まで取ったってことは来てくれるってことだよね。だって来ないのに許可取らないでよ。私は許可出したからね、ヒャッホーイって言って来ていいからね。だから絶対来てね、許可取ったから。やらないのに許可なんで父ちゃんのアメだからに、絶対聞いてねー絶対聞いてねー。ということで、じゃあ7時、8時になっちゃうので終わりますね。明日もジョンマイラブ、ヨロピクミン、ヨロピクミン。それではまたねー、バイバーイ。